どうしようです。うちです。パニックモンキーです。イエイ！ってことで、はい。今回なんですけども、はい。まあ皆さんにね、報告事が3、4個かな ね、あると思います。はい、すいません。まず、もう早速いいですか。どうぞ。はじめに、まあ投稿頻度の話ですね。はい。ここ最近、あ、もう今多分、12日ぐらい、2週間ぐらいかな。2週間以上経ってんちゃう？そうやな、2週間ぐらいずっと動画上げてません、ね。はい。っていうのも、いろいろありました。まずね、先にちょっと謝りましょう。すいません。ごめんなさい。楽しみにしている方ね、すいませんでした。申し訳ないです。で、まず、理由がな。まずその、まあ、俺が、一人で仕事始めて忙しい。そうやな。そう、独立してな、うん。っていうのと、さらにこいつは、夜勤と日勤。まあ、時間が作れる。かぶる日がないよな。そうそう。で、さらに言うたら、休日出勤とかで週に1回休みとか、こいつも。で、俺もその休みに合わへんかったりとかで、なかなかね、動画撮るほどの時間がない。そう。一日まだ空いてないからな、二人とも。そう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 。もうほんまそのレベルで、さらに、うちからね、一つあると思うんですけども、はい、最近ちょっと編集しながら思ってると。ああ、そう。もうな、編集しててさ、まあ、この、まあ、半年間ぐらい、ずっと好きなことをやってないよ。そう。好きなことをやる動画やのに、そのなんか、やりたくないことをやってんねん、俺ら。そうそうそう、その結局な。それがちょっとな、納得いかん。その動画を、3日に1回出すために、うん、こう自分らが何も楽しくないような、しょうもない動画をとりあえず作って、で、それでちょっと先延ばしにしていこう、先延ばしにしていこうって言って、とりあえずストックだけ作って、それを上げていこうと。だな、俺らが何も楽しくない。それは見てても楽しくないよねって。そうそう、俺らが笑顔ないのにさ、それを見てさ、誰が笑う？笑わんよな。いや、そういう動画がちょっとここ最近増えてた。そう、よくない。うん。その忙しい中でさ、やっぱりその企画を考えるっていうのも難しかったり、うん、で、その、何やろ、動画を、じゃあ撮る時間っていうのも限られてるから、もうさっと撮れる動画を撮りたかって。そんなんを続けるうちに、やっぱりその、なんていうもしょうもない動画ばっかりが仕上がってきて、今までもやっぱそんな別に、今までもそんな遜色ないで。ただやっぱ始めたてって、こう、ワクワクしながらやってたからさ、俺らも。いろんなことをな。だから何にしても正直楽しかったけど、どん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 やっぱりな、こんなこと、おもんないことして何になるやろっていうところでな、編集しててもさ、その、この動画上げていいんやろうかみたいな。面白くないでこれってなってね。そうそう。でも、しゃなしとりあえず上げとこうか。みたいな感じやってんな。うん。だからそれをするぐらいやったら、配信頻度をちょっと、配信てか、投稿頻度を下げてでも、ちょっとでもマシな動画を、まあ作れるように。と、一本にな、面白いやつ。そうそう。あとはまあ自分らがほんまにちゃんと楽しめるようなね、動画を作れたらいいかなと思ってます。でもまあ、さらに言うと、まあこれがまず理由は一個やわ。そうやな。うん。けど、さらに、まあこいつコロナになってました。そう、コロナにもなったし、はい、あと、流布炎やってけ。ああ、そうそう、粉流な。粉流炎。粉流、アテローム。で、それの話はちょっともう一回するわ、今。で、まずそのこいつがコロナにかかりました。うん、で、それになってから俺まだ鼻声やねんけども、1週間2週間ぐらいずっと俺体調悪いねんか。そうそう。まあ別にしんどいほどじゃないねんけど、鼻水だけ止まらんくて、で鼻吸いすぎて蓄膿なって、みたいなことを一人で繰り返してね、俺。そんなんで、体調をお互い崩してて取れへんかったっていうのも一つの理由でした。すいませんでした。はい。そう。一個な、さらにもっと謝らなあかんことあって、それが一番大事。そうそう。この前さ、うっちが、仕事がちょっと有給休暇入って、時間空いたと。で、その時にうちの旅企画をすると。ヒッチハイクさして、で、どっかまで行ってもらおうみたいなね、企画を考えてました。で、いざ当日ね、行くっていう当日の日、朝からこいつから電話かけていて、なんかさ、目の横ペコンって腫れてんねんかって言って、連絡来てさ、で、なんなんこいつと思って。で、その、ビデオ通話でそのまま見せられてさ、ベコン腫れとって、ちょっととりあえず病院行ってくるわ、言うて。病院行った結果、まあ、粉瘤。そう。アテロームっていう、その、まあ、日本語で言ったら粉瘤。粉瘤ってやっぱ背中とか結構あんねんけど、こいつやっぱ異常やからさ、あとバグってるからさ、ここにできてん、粉瘤。ここに粉瘤できて、その日のうちに麻酔して、切って、抜いて、で、また次の日に縫わなあかんっていう、状況やってんな。そうそうそう。やって、もう到底いけへんと。で、さらに言ったら、次仕事まであと4日か3日やってんな。だからこれはまたちょっと先延ばしになる。ごめんなさい。はい。てかまあ12月までには絶対やるわ。せやな、ちょっとサブだったらちょっとしんどいからな。うん。うん。だからそれも考えつつ、ちょっとなんとかして。休み長く取るわ。なんとかしていく形やな、それは。うん、まあそれ前から企画としては潰れたわけじゃないから。ちょっと先延ばしになっちゃって、皆さんに、ね、散々言ってたのに、できひんくなっちゃったことは本当申し訳ないと思ってます。はい。まあまあそんなところかな。まあ
何をやりたいかやな、この動画を通して。あ、せやな。結局これからじゃあ俺らは何をするのってなった時に、こいつはもうずっとやりたいやりたいですね。もうゲーム配信を次の次ぐらいの動画からもうちょっとやっていこうかなって思ってる。やっぱり俺はゲームやで。下手やけどな。いや俺はゲームやで。下手やけどな。下手やけど、まあそう、やっぱ昔からゲーム好きやね、ほんまに。初めやったら初めであるやろ。まあまあそれはいろいろあるよ、いろいろあるけど、やっぱりそのパチンコスロットをせっかく普通にやったら動画にしたいっていうところもあるし、あとは何やろな、そのまあまあ俺はもうほんまいろんなことしたいね。まあ、なんかいろんなさ、こうまあいたずらであったりとかさ、うん、ほんまやばな俺の日焼け気持ち悪っ、ちゃんとやばいマジで。でまあまあまあそういうのな、まあ楽しく動画撮れるようなな、あの環境を作って、ちょっと投稿頻度は下がるかもしれへんけど、その中でもよ、やっぱ伸びる動画を作りたい。そうそう、せめてな、うん、まあ皆さんね、まあ今後も引き続き僕らもね、ずっとあのチャンネル登録解除しやんと待ってくれてた皆さんね、本当に申し訳なかったと思います。はい、ただね、これからまた頑張って僕ら動画投稿させていただこうと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあね、この動画はこれぐらいで終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。じゃあね、バイ。